小橋選手の先ほどの机で汗かと思いましたが、ちょっと照明で乱反射しておりまして見えませんでしたが、馬場さん血ですね。膝小僧のあたり、今和田恭平さんが小橋の足をチェックしております。それほど強烈なニークラッシャーでありました。これほどまでに強烈な膝詰めを私見たことありません。さあ膝から今度は腰へサイドスープレックスを狙う、小橋返した、小橋返した。さあジョニーエースとタッチ、エース小橋タッチができません、縁がさせません、タッチができません、タッチをさせません。ブレンバスター、膝を痛めつけられた上腰となりますとどうでしょう。もう一回返していくか、いや今度は縁回り込んだ、2匹目の女王はいなかった、さあ押し込んだ、しかしおっとうまく回り込んだ、カウントはどうだ、押しタッチができる、しかしここは行く、小橋が行った、やはり俺が惚れ込んだ男だ、ジョリアスとタッチ、エースのドラッグキック、ちょっと軽いぞ、水平チョップはどうだ、主張6分飛ばす、確かに個人の力はあるでしょう、エース小橋、しかしもっと連携してほしかった、右のエルボー、小橋のダメージの回復を待ちたいと思う。さあドレスラドか、さあまずは小橋よりも早くムーンソルトか、いや違う、正面を向いたラリアット、フライングラリアット、これは側頭部テンプルを捉えた、当たりは浅いがどうか、監督今度は足を捉えますが、円錐口です、ジャンボです、ジャンボ通過です、出てまいりました。さあうわーすごい、まさに超生命力バイオプラスマであります。